2023年、今年も高校生リングが始まった。前回からその規模は大きく膨れ上がり、なんと今年の参加校は全国120校以上。参加生徒数は総勢 25,827 人。2022年度アワードの出場者のプレゼンテーションを見た高校生のみんなにはどんな反応が広がっていたんだろう。なんかどういう風に進めていくのかもいまいちよく分かんなかったので、なんかそんなに先が見えない感じでした。アベマの舞台でわーってさ、なんかもう観客がいてそこで喋れるって考えたら、じゃあそんな機会ないけワクワクするなって思って、なんかすごい具体的だったし、なんか自分たちと同じ世代なのにしっかりなんか収益とか運営のところとかまで考えられてたからすごいなって思ったのと、結構同年代の人たちのはずなのにあの場で人に向かって喋れるのがまずすごいなってすごい感じて、頭を悩ませながらプランシートに必死にアイデアを書き込んでいく生徒たち。みんなが一番難しく感じていた部分はどんなところだったのか。誰もが口を揃えて言っていたのはやっぱりあのことでした。4人で一緒の意見じゃなかった時があって、そこをどうみんなで一つにしようか話し合ったところが一番難しかったなと思いました。もう自分の考えも言っても人とは全然違うんで、そういうのをどうやってみんなでうまく組み合わせるかっていうのがやっぱ大変だなと思いました。一回軸がずれた時があって、めっちゃずれて、なんかそっちじゃないみたいな、軸はこれだよねっていうのを再確認してまた話し合うっていうのを繰り返してます。そうですね、貢献だけならやっぱりボランティアとかできるんで、ここにお金というか貨幣価値を生み出すのはまた違った難しさがあります。コストとかを考えて考えなきゃいけないから、そのコスト費用が高すぎるとまた作れないってなっちゃうから、できるだけ費用を抑えて作んなきゃいけないのが難しくて、この案は私じゃない誰かでも思いついてしまうんじゃないか、でも自分にしか思いつけないものってなんだろうっていうふうに考えるのが難しいなって思いました。まあ、いくらまあなんかその、まあ、皆さんの理想的なことであったとしても、まあ、実現できなければ、まあ、ただの夢物語だよねで終わってしまうので、やっぱりその実現性っていうのが非常に大事になってくると思って、自分が考えたことはそんな現実的なものではなかったから、それを、まあ、現実できるようにするにはどうしたらいいかっていうのをもうちょっと考えたいです。正解は一体何なのか。答え合わせができない取り組みに戸惑いながらも、一人で黙々と、グループでワイワイと、それぞれのやり方でプランシートは着実に埋まっていった。10月も半ばになるといよいよ学校内審査が始まった。大勢のクラスメートたちの前で自分が考えてきたアイデアを発表する。聞いている人たちを納得させられるようなビジネスプランは果たしてできたのかな。学内選考を終えた高校生のみんな、最後までやりきって本当に頑張りました。ここまでの感想を聞いてみると、その反応は実に様々でした。やっぱり考える時間、リングについて考える時間が長くて、それが一番今までの探究とは違う点かなって私は思う。その質問が来るっていうのはすごい面白いっていうか、じゃあこれはどうなんですか、これはどうなんですかって言って、他人の考え方や疑問とかをどんどん吸収してって、でなんていうか、そうそう、リンの輪を広げていくっていうのはすごい面白いなって思いましたね。今まで自分たちは何でもサービスを受けたりお客さんっていう立場でしか生きてこなかったんで、また違う人の立場になって考えるっていうのがまた身についたんで良かったなと思います。自分の意見と相手の意見だいぶ違うことがより発覚して、自分のやりたい職業とかにも活かせると思うので、とてもいい経験させてもらいました。
自分が0から1を作っていくっていうのがこのリングで学べたことで、まあ、自分がちょっと成長できたかなって思います。自分の長所はそのまま伸ばし続けるところでもあるし、自分の短所を長所に変える授業でもあると思うので、もしできなかったことができるようになった時には自分の自信にも変わると思うので、すごい私的にはありがたい授業かなって感じてます。自分が今まで培ってきたものをいかにフル活用していいものを作り上げていくかっていうのはこの先もずっと使うことだと思うので、ここで経験を積めたのはすごく大きいと思います。まあ、でもやっぱ本当私は思っていることを言葉にして誰かに伝えるってことが本当に少なくて、で思ってても言わなかったりとかしてたのが、やっぱこうもうちょっと自分を出していいのかなとか、自分の思ってることを周りが肯定してくれるのかなとか思ったら、ちょっと自分に自信がつきました。自分の身の回り、半径5メートルに目を向けるところから始まり、身近な学校や通学路、そして街全体へと高校生たちが思い思いに取り組んでいる第3回高校生リング。勉強に部活、忙しい高校生活の中のほんのわずかなひとときだったけど、参加してくれた高校生みんなにとって大きなステップとなりますように。そしていよいよ高校生リングは来年のアワードに向けてセカンドステージ出場、セミファイナリスト30組が選ばれます。まだここにない出会い、リクルート。